そうです、今日はハイクリーンをやっていきます。もともとの僕のクリーンのフォームってこう引いてもう膝過ぎたらもうすぐここでもう蹴るんですよ。蹴るみたいな。蹴っても素早く潜り込んでキャッチ。ああ、もう太ももで蹴ってたの。そうです、股関節じゃん。そうです、膝上すぐの、はいはい、ここ僕もそうです。でもうそのフォームだとやっぱ全然引けなくて、うん、なんでちゃんとしっかりとここまで引き切るっていうフォームに変えたんですけど、自分のものになってなくて、なんていうか力が伝わらなくてスカみたいな感じなんで、ちょっと回数もたくさんやってフォームをちゃんと自分のものにしていきたいなって。じゃあちょっとアップでまず40キロとか50キロとかいいが、アップでまずこれあのヒップクリーン、ああヒップクリーンをでしっかりこの乗ってる感じで、今めっちゃ胸ほぐれ、胸周りほぐれてるから結構乗せやすい。こうもう腕で持ってるんじゃなくて背中でガッて引き寄せて、はいはいはい、っていう感覚でやってみましょう。ちょっとお知らせなんですけど、ジャンホーさんのウィーリフトウェイツのテーピングブラックチップスで販売開始。あ、そうです、はい、地下1階で購入できるので、購入できますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ極端に言うと、いつもの加賀くんのクリーンは思いっきり腕でガッて持ってきて、はい、ちょっとこうなってるんですね。あー、なってる。そうですね、こう腕と肩に、なんかシュラッグみたいな力入りすぎてるみたいな。あー、で、なんか、で、ちょっと煽ってる、はい、じゃなくて、胸張ってこれを腕でこう持ってくるんじゃなくて背中でこう、はい、ラットプルオーバーみたいなあるじゃん、こういう、はい、こういう感じの持っていき方を意識してほしいんですよ。で、ここからしっかり乗ってるのを感じながら、スラッチもそうじゃん、ここめっちゃしっかり乗せるじゃん、はい、それと同じような感じです。手幅が違うだけで。そうです、そうです。そっから、そう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 。で、あの腕は可能な限り、あのもちろん持ってるから腕は多少力むけど、可能な限りその感覚は抜く。腕の力は抜く、はい、はい、だからもうしっかりここに、股関節に乗ってる感触 でちょっとやっぱ腕が長いですね、川君。あ、腕長い。腕が長いんでこのエクササイズちょっとしんどいと思います。あ、はい、そうっす。なんだろうな、まだちょっとディップする瞬間、川君はまだ若干腕で持ってる感じがする。で、なんかズルって一瞬下がる。でもっとこうしっかり乗せて。普通に今二頭筋張ってますね。で、僕はここにしっかり乗ってるのを感じるときは割と脱力してる。あ、はい。そうですね。で、しっかり乗せて。そうそうそう。帰んない。全然帰んない。おうおう、乗ってた乗ってた。あ、うまくなってる、うまくなってる。うまくなってますか。え、なんかこうしっかり足乗ってる感じあったでしょ。ありました。そうですね。あとどうですか、あのこう肩甲骨の、やっぱ最初のこうセットアップの時になんかいつもよりも うまくこう引き込める、引き込めてるなって、引き寄せられてる感じ、はい、感じます。だからそれが、その動きを床からできたらもうなんだろう、大正解なんです。あ、だから今までは入ってるからこうなっちゃってるのに、こうか、腕がめっちゃ曲がってできんじゃってみたいな。なのでそれをこうする。ではバーをこう持ってくる。こうじゃなくてこう。胸を残して、上体残して。そうですね。はい。なのでそれを意識しながら、で今あのヒップクリーンをこう、まあ、ちょっと感覚をつかんだんですけど、今度やってほしいのは。海外だとホルティングクリーンデッド、ホルティングデッドリフトって言うんですけど、まあ、日本人の選手だったら、まあ引き込みを意識したデッド、だからデッドで結構みんなもうこのまま引いちゃってると、普通のデッドだと。でもそうじゃなくて、これロシア人の選手とかあのヨーロッパ系の選手大体やってるんですけど、ここで終わってるんですよ。スナッチとかもこうやってるんですよ。なんかほぼかかと重心で胸最後まで残して、上体最後まして、でこれをホルティングスナッチデッドリフトとかホルティングクリーンデッドリフトっていうんですけど、みんな
こうなっちゃうね。こうなっちゃうと絶対力入んないじゃん、背中とか。でウェイトで実際にクリーンする時の姿勢ってもちろんこうなってますよ。でなんかかかと浮いて、はいはい、こうなってちゃう。でも実際のこう意識としては、上げてる時の意識としてはみんなこうやっぱり状態を残したいんですよ。ここだったら力入りますもん。うん、ここだったら背中で、ここだったら絶対背中力入らないじゃん。そうっす。いや、こう背中を持っていくわけ。僕の今のクリーンマジでそんな感じです。なんかここまで持ってくる意識でやって、スローで見ても持ってこれてはいるんですけど、もうこんな感じでなんか上げてるから力が全然伝わってないですよ。こう自分が当てにいっちゃってるみたいな。そうですね。だからそうするとやっぱり前に行っちゃうんですよ。そうじゃなくてしっかり引き込んで上体残して、なんかだからこれをホルティングクリーンデッド一回挟んでから、そのホルティングの感覚を残しつつハイクリーンやってみましょう。胸張って胸張って、なんかちょっと引き出しももうちょい胸張れたもんです。あー、ホルティングデッドリフトでうまくここまで引き込むことができるようになってきたら、はい、さっきのこのこれにつなげて、そうっす、いけるようになればクリーンの完成ですね。だから川君もスナッチではそれができてんじゃん。こう一回ハングのここで上げて、ハングの姿勢こうやって作ってから、あーガーッていくじゃん。そうっす、それともう似たような感じ。そうそう、お、ナイス、ナイス。いつもより全然胸張れてました。分かってきた気がしますね。なんかちょっといつもと違う感触ありますか？ありました。その感じです。もうちょい下で胸張って、こうして同じ感じでクリーン。いいっすね。ちょっとね、ちょっとケツ下でもうちょい、だ極端に言うと川君今ここら辺で引いてる、はい、もうちょっとケツ落として胸張って、ケツ落とした方がいいですか？ここら辺から引いた方がいい、まあここら辺からはできなくもないけど、で今シューズ履いてるからもうちょい上体立てて胸張りやすいと思う。いつもだと多分いつものフラットシューズだとなんかどうしてもこう状態が倒れちゃうっていうか、はい、さっきあの調子乗って100キロとかやるとか言ってたんですけど、あの見事失敗して事故りかけたので、まあ今はストレングスフェーズっていうことで、軽い重量でレップたくさんセットたくさんやっていきたいと思います。了解です。ウェイトリフティングの試合とか、失神する事故映像とかあるじゃないですか、はい、あれとかめっちゃ怖いですよ。いやー、僕のインスタで最もバズった動画が、はい、木村祐樹っていう67キロ級の選手が一回くらんで、そこから150キロバーンってジャックする動画があるんですけど、成功したんですよ。それですごいですね。で TikTok で5ミリオン500万再生ってすげえ、すごいみたいな。あんだけトップリフターの動画上げてるのに、まさか木村祐樹くんが一番バズるとは思わなかったですね。今日失神しかけてそこから成功しちゃうのはそれすごいメンタル、それもメンタルやば。僕はさっき普通にくらんで諦めました。まあ普通に考えればあれであのままぶっ倒れるケースが多いですから ね無理だよね。無理っすね。あ、いいですね、いいですね。そんな感じ、そんな感じ。いいですね。ナイスです、ナイスです。クリーンの引き出しの構えの姿勢で言うと、1本目の方が良かった気がします。1本目の方が良かったです。1本目の方がこう、お尻ちょっと低くて、もう少し足をしっかり使えてる感じがしました。胸張って、ちょっとお尻落として、しっかり足使って。そう。
回行きました。ちょっと前のフォームに戻りました。で、今引き込み、そのホルティングデッドリフトやる時もちょっと煽りかけてる。煽りかけてますので、あの一回すぐ戻すんじゃなくて、一回そのよいしょ、でホルティングデッドやるじゃん、こう一回ここでで、やってすぐに戻すんじゃなくて、一回ここでピタッて止めてから、一瞬でいいから、一瞬止めて、今全然止めてないから、でなんか勢い余りすぎてなんかちょっと煽ってたんです。あ、しっかりこの状態が残ってるのを感じて、一瞬このしっかり感じてから下ろして、同じ感じでクリーンするといいと思います。重心って結構かかとっすか？ホルティングの時はかかとっす。了解です。でも実際クリーンする時はちゃんとそのなんだろう、かかと重心じゃないから、あ3か4やりたいと思います。立ちくらみがなければ3から4レップ、立ちくらまない前提で。しゃあ、ハイチン、はい、おお、おお、腕長、くらいました、くらいました、くらんだんですけどできました。で、状態残して、状態残して、そうで、同じ感じ同じ感じ、ホルティングデッド2回やりましょう。2回やりましょう。分かりました。ここ収束しないとマジでなんか10ワンレップチャレンジとかの次元に行かないですよ、マジで。これで、まあ、そのこの間 PR したばっかだから、じゃあ今は重さ追求せず、なんか動き追求した方がいいと思います。今も動き追求しましょう。けど これであれですよね、もういいフォームを、うん、習得できたら もっと体鍛えて重量をガンガン追っていけるっていう感じになりますかね。もう一回そのある程度いいフォームが身についたら、その体が覚えてくれれば、もうあとはその補強とか、あの 筋力を強くすれば記録は自然と伸びてくる。ただそこで調子乗ってまた補強ばっかやって、全く技術練しないとか長期間やっちゃうと忘れちゃうんですよ。人間忘れますね。そう、だから忘れないように、なんかシャフトだけとかでもいいから、こう週に何回か、はい、あのフォーム練を、だから僕もスクワットやってる間はずっとあの30キロ40キロでフォーム練やってますね。なんかそうした方がいいってやっぱりあのみんな言うので、トップリフター。あー、惜しい惜しい、今乗せるまでは良かったんだけど、この乗せちょっと邪魔だな、乗せるまでは良かったんだけど、これは綺麗に作れてたんだけど、こっからこういっちゃった。だから動きは煽りから始めるんじゃなくて、足からまっすぐ、これダメだな、ちょっとこっから煽りから、こう始めるんじゃなくて、こう、いや、ここマジでここは乗り越えないかな、これを見えつけないとなんか始まらないですね。始まらない、クリーンがまず始まらないです。あ、でもあのヒップからの、まあよくそれパワーポジションクリーンとか言うんですけれども、結構基礎そっから教えるコーチとか多いですね。へえ、海外。惜しい、もっと上体ずっと残して、上体が後ろにこういっちゃってたってことですか。まあ後ろにちょっとその伸び上がるときは上体後ろに行くのは構わないんだけれども、今ちょっと煽りすぎてる。ああ、自分いつもなんか動画見返すととんでもなく煽ってたりするんですよ、こんな。いや本当見返すと分かるスローモーションです。僕もそうでした昔、まあ今も調子悪いとめちゃくちゃもう社長みたいになってるんで足から煽らない
そう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 。これ何回もやった方がいい。乗ってる、乗せて返す、乗せて返すみたいな。ずっとこれ、ここの力抜けない。抜けさせない。この瞬間、ちょっとこうなっちゃった。あ、そういうことか。ここが入りっぱなしですか。ずっと入ってる。もうずっと。ずっと。なんかずっとローイングしてる感じ。へー。個人的に、僕の中だと。ずっと背中で近く寄せてる感じ。乗せてるのに慣れるとこうハイレップやってもあんまりここで腕が疲れないっていうか。でも今ちょっと僕も青つない気がする。せっかく頑張って作った姿勢がこう持っていかれてる前に。なんでそれ崩れないように。でこれはちょっとフォームの意識だけではなく筋力とかが少し弱いっていうのも関係してくると思うので、そこを意識して今後筋トレとかデッドもやり込んだ方がいいと思います。だからデッドもいつもなんかコンベンショナルデッドみたいにこうやって引くんじゃなくて、常にこう、はいはいはい、ちょっと一瞬ローイングみたいな動作入れるみたいな。タラハゼとかこれめっちゃやってる。あ、いや確かに。タラハゼ選手、あの試合の直前に練習場でいつもこうやってもうほぼかかとこうやってつま先浮いてるんだけども、こうやってめっちゃあの軸に寄せてる感じ。これを意識した方がいいです。なるほど。惜しい。おっとおっと、あ、ダメだ、分かんなくなっちゃった。ちょっと軽くしてもう一回。ここをまず習得してからですね、多分僕は。まだ今日あの調子よかったらハイクリーンワンレップ行こうかなと思ったんですけど、全然ワンレップできるあれじゃないですね。まあ、力は誤ってると思う。動きがついてきてる。今のずーっと自分にこもってます。これが上手くなってくると結構ベスト付近の重量触れるので、じゃあもうこれで120キロとかでこれをやるっていう感じですよね。うんうん、僕もベストのパワークリーン、ハイクリーン110しかできてない、115しかできてないんですけど、ヒップから100キロ3レップできたんで、やっぱり床からやるとほら、引き出しがどうのこうのとか、膝向きがどうのこうのとか、セカンドのタイミングがどうのこうのとか、いろいろこう間違える要素が増えてくるじゃん。でもヒップからやるともう最初から綺麗な姿勢作れてるから、そのローインが排除されてその分簡単っていうか。なるほど。あ、本当はこれの方が床引きより簡単なはずなんですよ。いい、どう、上手くなってる。ちょっとさっきジャンホさんが言った時はあれ良かったです。あ、他の感覚的に、うん、なんか2レップ目だった。はい、2レップ目です。そこがなんか一番良かった。良かったです、それタイミングなのかな、僕の意識の中でのタイミングなのかもしれないですね。タイミング的にちょっとシュラック動作が早いというか、あ、そのウェイトリフティングでいう、ウェイトリフティングで引くとき、潜るとき特にこうなってシュラックしてるっぽく見えるじゃん。でも見えますね。あれはこうシュラックしましょうって言ってシュラックしてるんじゃなくて、この引き上げて伸ばした直後に下に潜ろうとしてるわけじゃん。その結果シュラックっぽくなってるだけであって、シュラックしようとしてるんじゃないんですよ。でも加賀君は今伸びながらシュラックになってる。そうじゃなくて、伸びるときは、蹴ってるときはスローモーションで見てわかると思うんだけど、蹴ってるときはスナッチとかもそうだけど、蹴ってるときはこうなってる。はいはい、シュラックしてないですよ。でも潜る、きれいに伸び上がってから潜りながらどん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 シュラックになっていく。
だ今カワ君は伸びながらシュラック、あそうじゃなくてしっかりこの肩甲骨何て言うんだ、加勢させて、加勢させてこう肩がこう上がってこないようにしてこの状態維持したまま伸びて、で肘返すときにシュラックみたいな。シュラックあんま考えないで、こっちばっか力入れないで、はいはい、背中加勢あ、で、近い、いい感じ、いいですね。あ、さっきのセットより全然いい。もう一回ちょっと80キロやるかな、最後。どうやってる？なんかこのタイミングのこのスカっていう感覚はなくなってきました。ずしって乗っかってるよね。そう、ずしってこう乗ってる感じが大事。ディップもスナッチ、なんかジャークのディップもスナッチのセカンドプレーも全部結構しっかり乗ってる感じが大事なの。スカって言っちゃうと、あの足のパワーが漏れちゃう。この間僕あのクリーンで自己ベスト140キロ自己ベストだったんですけど、140キロやったんですけど、結局僕は140までやるのも全部スカっていう感覚で PR 出してるんですよね。あのうまくクリーンはできてないんですよ。 PR にすごい PR 出したけど、だからそのスカってなるとその時の自分がどうだったかっていうと、130やって次135やりたいけど、これが果たして自分にとってあのどれくらいギリギリなのかっていう感覚が全然わかんないんですよ。毎回ここに重さを感じなくてスカっていくんで、このクリーンがなんかちゃんとできてるのか、それともギリギリなのかっていうあれが分かんなくて、だから勘でもうちょっとギャンブルみたいな感じで重量上げてってました。これ潜るときに事故ったらちょっと怖いですね。そうなんです、僕それで一回手首やってるんで。そうか、いや、だね。140やるときめっちゃ怖かったですもん。はい、ボトムの切り返しが、そうですね、もうスポーンって上がって、ってウェイトリフターのスカウトですね。ありがとうございます。にわかですけど。スナッチはやっぱここでちゃんと力伝わってる感じするんですよ。うん。だからそのスナッチは普段からハングポジションめっちゃ練習してるから自然と身についてるんだと思う。腕長いから多分ハングクリーンとかやりたくないでしょ。やりたくないです。正直やりたくないです。ハングクリーン嫌です。まあ、けど僕もなんて言うんですか、そのフォームをちゃんとこの引き込む今のフォームにする前のフォームってハングクリーンやるときってこうする。ここでもうプル2センチしかないんだよ。そうまさにそんな感じだから。今はしっかり状態残して胸張って、80キロにだいぶ良かったです。ちょっと今日はここまでですかね。だから普段クリーンやるときも多分前のフォームがあの太ももクリーンだったから、はい、セカンドのタイミングがこう自分の中ではまだ合ってないんだと思う。全然合ってないです。だからいつそのワンテンポをずらしてちょっと長めに引くイメージやった方がいいかもしれないです。僕もスナッチとかもそうなんですけど、早く蹴っちゃうと蹴る位置が低くなればなるほど上がんないですよ。でクリーンも一緒で長く引く、遅く引く必要ないです。長く引く、それがあの高い位置で蹴るのが正解なんで、はい、そういう感じでやっていけば、はい、川君もすぐ150できると思います。やべえ、150上げたいですね。150できたらすごいよ、マジで。いや嬉しいな、150できたら。まあ、けど正直140もキャッチさえできちゃえば立てるっちゃ立てるんで、ちょっとこの、まあ、それは立てるでしょ、220やってんだから。もう150ちょっともう目標にですね、この企画ちょっとじゃあ一旦僕クリーン150キロということで、とりあえずこの基礎の部分からやって、次回もちょっとそうっすね、これの続きみたいな感じで、ああその150までのロードトゥー150みたいな、まあクリーンに関してはそうですね。
あ、いいっすね。ありがとうございます。ただちょっと僕まだ追いつけてないんでちょっと待ってください140のままでちょっととどまってください了解です。ということで今日もたくさん教えてもらっていただきありがとうございました。ありがとうございました。また次回も皆さんご視聴くださると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。